あ、そうだ、新武器の情報がちょこちょこ出てるんで、最初はそれの方を見ていきたいかなと思います。ちょっくら新武器の情報見ますかね。ガチ新武器ちゃんと見てないんですよ、実は。映像をちらっとしか。今日はなんかあれだよね、和傘と竹のやつが出ましたけど、まあ一旦この新武器の方から見ていくか。フルイド V ってやつから。じゃあまず1つ目いきますか。で1つ目、これは新しいストリンガーフルイド、これ5って読むんでしょ。あ、V の部分は5と読む。重厚なボディが5本のインクの同時発射を実現している。トライストリンガーと同様にチャージすることでインクが冷却され、去った後爆発するようになるぞ。広い範囲に1個打ち込んで相手を追い詰めよう。はい。で、これね、映像を見ますとね。これどうなんだろうな。正直、俺、これはね、あんま強くないと思ってる。うん。どうなんだろう。さすがにさ、キルするの難しすぎて、サポートを特化すぎてないか。どうなんだろうな。相手うまかったらキル取るの超むずいと思うけどな、これ。まあでも一応ウルトラハンコだからね、なんかそこはちょっとおもろいかもな。後衛サポートしつつウルトラハンコ溜まったらちょっと前目でキルになるとか。でも一応なんか一角の音は出てるから、うまく当てれるようになったら一角もね、一応狙えるってことなんか。じゃあ画質悪いな、微妙そう。まあ強い環境武器にはならないだろうな、これ。うん。で、しかも、なんとカスタムも出ると。これ本当に最終シーズンの可能性が出てくるっていうね。最初のシーズンで2つ足武器も同時に出るっていうね。そしてなんとフルイド V カスタムも同時に登場するぞ。サウェポンのポイントセンサーやスペシャルウェポンのホップソナで隠れた相手の位置を察知でき、爆発するインクの活用に特化した構成となっている。メインウェポンはフルイド V と同じなので、お好みで選んでいただきたい。これ、ローラー使いとしたら絶対に流行ってほしくないですね。本当に流行ってほしくないです。なので、フルイド5は、強い武器でないようにお願いしたい。この武器強かったらちょっとローラー死にます、マジ。これ流行ったら。後衛武器で、この武器が流行ったらローラー終わりです。はい。まあ、こっちですよね、もう大注目は。これやべえぞ、これ。これ、マジでやばい。これやばいです。これは、デンタルワイパーミント。分離するパーツが特徴的なフレッシュなワイパーだ。横切りレア武器全体を振ってインクの波を発射する。ため切りレア半透明のパーツを分離しながら、一戦し、前方の広い範囲を一気にすっきりお掃除するぞ。お掃除武器です。これ絶対強い。これやばいよ、これ、マジで。これ普通にやばいからね、これ。最初見て、これ。いや、塗りでかすぎやろ、マジで。ずるやろ、これ。これ弱いわけなくない？で、これね、まあ、ワイパー臭、ね、の強い部分である確定足元塗り。いや、これ。やばい。これさ、一角範囲マジ広くない？ローラーの横振りぐらいない？で、見てる感じさ、多分ジムワイパーと確定数同じだよね、多分ね。横切りや三角で、まあこれ一角でしょ。いや、俺これマジで強いと思うんだけど、これ。これ俺本当に、いや、これやばい。これ結構壁裏だけど、これ壁裏ですけど、イカ研究員さん、これ、うん、壁裏です。当たり判定でかすぎだって。これなんでこんな両極端なの？いや、これ弱いわけないでしょ。これ確定で強いです、これ。これ、まあ、そうだね。まあ、高低差に弱いけど、にしてもだよ。高低差にちょっと弱いという弱点があるかもしんないけど、それでもちょっと、どう見てもちょっと、今までの新武器に比べて性能高すぎるよ、これ。で、こっちがあれか。サブスペが9番ボムグレートバリアか。ちなみに9番ボムグレートバリア、はめちゃくちゃ強いっす、本当に。9番もグレートバリアって、ぶっちゃけどの武器についても矢倉は強いです。もうそれぐらい組み合わせ最強だね。まあ矢倉に限るけど。まあでもエリアでも、それこそ9番ボムあるから、そのグレートバリアの打開がしにくいっていう点を9番ボムで補ってるから、まあ、結構強いけどね、このサブエポン。やっぱ9番って打開強いからな。いや、マジでね、これはね、やばい。俺は無印の方強いと思う。ちなみにこっちも読むか。さらにデンタルワイパースミも同時に登場すると、サブエポンのスプラッシュシールドで得意のため切りの間合いに詰め寄ろう。遠くにいた相手にはスペシャルエポンのジェットパックで追撃だ。味合いの異なる2つのデンタルワイパー、お好みのものをお選びいただきたい。まあ、どっちも強いね。どっちも強い。まあ、ただ、さすがにスプラッシュシールドとはね、相性悪そうだけど、どうなんだろう。スプラッシュシールドとはね、相性悪いと思う。炭は多分、もうほぼメインだけで戦って、で、ジェットパックもあるよみたいな。まあ、ジェットパックとは相性いいと思うから、まあ、これどっちも強いな、どっちも強いな、どっちも強いな。しかもこれグレートバリアだし、ちょっとローラーと役割に似てるから、ローラーの上位互換になる可能性がある。いやでも、俺の予想だと、このデンタルワイパーミントという武器、矢倉で大量発生して、あんまりまだ使い慣れてないデンタルワイパーミント使いをローラーでしばいてパワー上げるっていう作戦でいくんで。あとは射程次第だな。まあ、火力は多分ジムワイパーとほぼ同じな気がする。これはね、マジで強いです。これぶっ壊れです。もう多分。多分ぶっ壊れ。使ってみなきゃわかんないけど、映像見る限りだと、めちゃくちゃ強い。じゃあ続いて、これ今日発表されたやつだね。これは、人4式竹筒銃オツ。人4式竹筒銃コーにオリジナルのデカールを施し、ボディのカラーも若々しくチェンジしたモデルだ。サブウェポンの炭酸ボムやスペシャルウェポンのデコイチ足で相手の足元を取り、メインウェポンで素早く追撃しよう。まあ、これはまあ、どうなんすかね。わかんない。あんまり強くなさそう。もうデコイチラシって時点で、まあ、若干も外れ武器だよね。まあ、炭酸ボムは悪くないけど、まあ、無印竹の方が使いやすそう。無印竹、メガホンレーザー。まあ、いやでもメガホンレーザー、特に言うことないかな、この武器は。ちょっと外れ枠ですね。はい、じゃあ続いて、こいつ。まあ、これ結構面白そうだけどな。これは24式張り替え傘オツ。24式張り替え傘オツ、甲の傘を異なるデザインにしたバリエーションモデルだ。サブウェポンのポイズンミストやパージした傘を使って相手の行動を制限し、スペシャルウェポンのウルトラ着地を叩き込もう。いや、これはね、まだね、その無印に比べたら、甲に比べたら結構使いやすい気がする。やっぱ甲はね、ラインマーカーがとにかく使いづらかったから、ポイズンミストとは結構いいんじゃない？うん。まあ強いか弱いかで言ったら多分弱い部類の武器だと思うけど。まあでも調整入る可能性めちゃくちゃでかいから、この武器は。ガエンとかもそうだけど。まあ調整込みを考慮したらちょっと面白い武器かもな。火力が上がるとか連射速度上がるとかってなったらちょっと強くなるかも。はい。ということですね。ちなみに新武器はガチで強いです。絶対強い。絶対強い。デンタルワイパー絶対強いこれ。うん。弓はわかんないけど。ということで、じゃあ X マッチをやっていきます。まあ、本当はちょっとロングブラスターカスタム今日期待してたんだけどな。ロングブラスターカスタムは来ませんでした。てか、ロングブラスターカスタムが、スプラッシュボム低多いからな。あれ本当なのかマジで。俺ずっと疑ってんだけど。紹介映像からだとロングブラスターカスタム、スプラッシュボム低多いかで確定だみたいな言ってるけど。それマジだったら、本当にやばいんだけど。やばいぞ、マジ。イカ系9位もなんかバランスとか考えてないの確定するけどな、もしそれ。もう盛り上がればいいや、みたいなので出してそう。まあでもスプラのなコラボもな、スプラ1のオマージュでビーコン低用以下だったから、まあそうなのかって感じ。スペシャルポイントは220やろうけど、さすがに。いや、ないよ。新武器でスペシャル必要ポイントは220になることはない。多分200。多分200です。ギャン。何エリアか。いいぞー。うわ、うわ、これなんか流れ玉ショットもらえそう。あ、やれなかった。ナイスすぎか。何もしてないんだ。いやーマジデンタルワイパーミントはマジスプラローラーのライバル的武器になりそう。なんなら俺もちょっと最初のシーズンの最初の方デンタルワイパーミントで頑張ってみようかな。でもなワイパーでもあれはでもジムワイパー使いが使いこなせるような武器だからな。俺最初は多分全然勝てないと思う。武器使った強かったとしても。でもあんだけ当たり判定でかかったら俺でもある程度キル取れそうだけどな。デンタルワイパーのために練習するなら多分ジムでいいと思うよ。ジムと確定数同じだし、多分発射のレートも同じじゃないと思う。あれ見てる感じ